はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。投手の登板が終わったところなので体力が減ってますね。今日は寝ましょう。で阪神戦か、阪神戦が終わったらヤクルト戦が3連戦また続くのか。8月は本当な試合ばっかりだからね。広島の先発は加藤さん、ちょっとやる気がない。で、阪神は秋山と、相手のねピッチャーはねちょっと一回一回調べないとわからないからな。野手とかだったらね3連戦だいたいスターティングオーダーが決まってるんで、それなりには分かってくるんですけど、ピッチャーはねどうしても1回しか投げないんでね。秋山147キロ、コントロール D、 スタミナ C、 カットボール、ドロップカーブのフォークか。対左が B、 タイピンがちょっと弱いね。あと突出して、おおすげって選手ではないね、申し訳ないけど。あ、これはフォークか。菊池さんが出てくれてるな。足が速いからね返したいけど、これはセンターフライか。これで3アウトになります。1回の表が終わって1対0か。1回の裏1点を追いかけます。さてフルカウントからオッケー。山本、またフルカウントからのフォアボール。バッターは3番糸井、現在の打率は2割6分。走ってきたね。大丈夫だね、さすが。盗塁を阻止しました。おー見事。そうリプレイね出すようにしたんですよ。やっぱりリプレイあった方がいいね。特にね守備面だとリプレイ映えますからね。あれ広島いつの間にか1点取ってんな。ファースト左横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。アンダーウッド、バッターはカリブの長距離砲、打ちました。当たり損ない。ショート、オッケー。これで2アウト、キャンベル。ランナーありません。バッターは6番キャンベル、打った。これも大丈夫だね。レフト落下点、これは平凡なレフト。一応ちょっと後ろへ。これで3アウト。いつになったら俺はあれができるんだ。すごいね、点入れてるね。第1打席はセンターフライに倒れています。ボール。第2球、これもボールでしょう。見送ってボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた。ただのカーブ、ボールが続くね。カウントは3ボール。第4球を投げた、打って出ます。レフトへの打球、レフト下がった、取ってアウト、3アウトチェンジ。3回の表が終わって3ボールからだと打って出ますっていうから、普通は打たないのかな。フォアボール狙いでいくのかな。菊池うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました、いい当たり。これはでもボールはレフトへ飛んでいきました、うん、レフト取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー秋山、初球を打ちました。レフトめちゃめちゃ忙しいな今日。京セラドーム大阪、あんまり動いてはないけどね。タイガース、この回1番からの高打順になります。フォアボールか、ストレートのフォアボール。そして先頭バッターか。肩越しにランナー見た。ストライク、見逃し三振。バッターは3番糸井。最初のバッターボックスはショートライナーに打ちました。ファースト正面。これはケツ、ける。セカンドフォースアウト。これがツーアウト。ランナーは一塁変わりません。さあ4球目。打った、セカンド左横のこの二塁アウト。投げ方がかっこいいよねマジ菊池さん。一塁ランナー糸井残塁。いやでも今日は打ってるね。俺は打ってないけど。今日はセンターフライと。俺もな。初球に送ってストライク。1安打くらいしたいよな。1球目ストライクから。投げた。打った。よーし。いった。一直線。入った入った、ホームラン。35号。5回の裏。今日は快勝だねこれは。見逃し。まあ油断はできないけどさ。バッターは6番キャンベル。第1打席まで打ちました。阿部掴んだ。サードから一塁送球。いいね。これでチャージも夏強いからな。広島は普通に。上がった打球はファースト取って、これで3アウトチェンジ。加藤三者凡退に抑えています。てかさ、ヒット打たれてなくね。攻撃に入ります。ああこれは。これはヒットになる。やだね。打球が転がっている。北条いいバッティング。
二塁打か。代打は高山。高山とか言ってさ、ピューンってなってるけど、チャンスバットもあるのか。これは菊池さんにお任せしましょう。セカンド掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。代打を送り込んでくるね。ここで1点取っておきたいっていうことか。三遊間の頃、一塁送球、オーケー、スリーアウトチェンジ。こういうのも普通にリプレイ出るんだ。京セラドーム大阪からお送りしております。うち10本打ってるかね。タイガースラッキーセブンの低め、空振り三振。まずは三振に切って取りました。投げました、打った、引っ張った。あ、これは打球はレフトの左へ。おお、ファウルか。第3球を投げました、外角高め、外れてボール、カウント1ボール2ストライク、三振、2者連続三振。バッターはカリブの長距離砲、アンダーウッド。7回ちょっと疲れてきたか。高め、空振り三振。ボールすごいね。加藤三四質感がすごい。8回の表、これからカープの攻撃に入ります。安藤に変わってんな。今日はホームランを打っています。第2球投げました。2球目ストライク。ちょっとなコントロール A か。第3球を投げました。フォークで攻めてくるね。慎重に攻めてきます。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。打った、これはただレフトへのフライだ。レフトフライ取りました。これでワンアウト、ランナー今一歩な。打球の伸びがないね。今日はタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターストリット見逃し三振。おお、すげえ。バッターは代打トリタリ。次が4球目、投げました、打ちました。あ、待って、また前に出ちゃったよ。そのまんまちょっと下がればいいだけなのにさ、動きすぎでしょ。東条打った、サード右への打球、アウト、スリーアウトチェンジ。いやー、さすがだ。加藤、すげえすげえ。無得点に抑えています。スタミナがね、持つかね。9回最後の攻撃はラストバッターから始まります。先頭打ちました、ライト前進。でもこれは2球で仕留めたってこと。加藤、ワンストライクだけだったもんね。あと2人。第3球を投げた、打ちました。ショートの頭上をフラフラ。いやー、あのヒット1本がすげえ惜しいね。そうすると完全にへばってるけどね。あー、これは大丈夫だな。続き取りました。試合いやー、1安打っていうのが本当に、まあ、確かにね、完勝だけど1安打完封か。本当に今日は大活躍でした。まあ、さすがの、そういえばさすがだけど、鈴木さんと菊池さんが打ってるね。16試合連続安打、13連勝、すげえな。ファンが2人増えたって。たこ焼き食べに行きましょう。本場のたこ焼きを満喫した。いやー、大阪のたこ焼きとか食ったことないからね。大阪とか行ったことがないからね、そもそも。あんまりね、日本国内はね、行ったことないんですよね。京都とかも行ったことないですね。相手はスワローズ。広島の先発は大瀬良さんで、ヤクルトの先発はオーレンドルフ。3連戦をね、やってる時はなんとなく覚えるんですけど、離れるとね、すぐ忘れるからな。もうヤクルトのスターティングオーダー見てもよくわかんない。もう一回確認しよう。ヤシから、1番川端。ああ、強いね。ミートが高いね。で、上田。内野安打。レーザービームを持ってるのか。山田。山田めちゃくちゃ強いんだよね、確か。盗塁 A。尾平。秋男。まだ秋じゃないよね、8月だから。坂口。大引き。中村。オーレンドルフと。オーレンドルフは球速が速いけど、スタミナとかそんなにあるわけじゃないな。一応でも D あれば先発はこなしていけるのかな。 C はね、最低欲しいとは思うけど。取りました、
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番上田、現在の打率は1割5分。打ちました鈴木、余裕があります。大丈夫だね、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッター山田君が怖いんだよね。山田君が現在の打率は打ちました、1、2塁間のところ。大瀬良取ってアウト、スリーアウトチェンジ。とりあえず3人で抑えたね。ピシャリと抑えています。カープまずはゼロに抑えました。おー打つね、オーレンドルフ。第9投げた、危ない球。151か、まあ、156出るからね。失投が多いな。コントロールはあんまりよろしくないのか。第3球を投げた、もうカウント3ボールのボールが先行してるけど、投げました。フォアボールか、満塁かな。めちゃくちゃ点を取ってんね。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは打ちました、ショート右アウト。これでワンアウト、グリーン、ランナーはありません。左バッターボックスは5番グリーン、投げました、打った、ファースト正面。エルドレッド、ベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。坂口は打率がいいね。投げました、打ちました、ショート右横のフライになりました、ね、取りました、これでスリーアウト。大瀬良この回ピシャッと。いやー投手陣すげえ調子いいな。4点を追いかけます。スワローズの攻撃、バッターバントの目、低め見送ってフォアボール。先頭バッターを出してしまったか。ただ第2球投げました、打ちました。これはレフトへのフライになった。取れる、レフトバックしていった、取れないか。ヒット、大引き、二塁回った。うおー、さすがにでもいい形してるな。うーん、ピンチを広げてしまいました。ピンチヒッターは西田。もう代打を出してきたか。投球これから4球目、打った、これは宇宙間へ犠牲フライになった。抑えた、三塁ランナーはタッチアップ。お札はホームイン。うお、すっげえ、マジで肩良すぎでしょ。いや点は取られたけどさ、これは見ものだぞ。もうちょい浅ければね、なんとかなったかもしれないけど。ランナー一人を置いて迎えるバッターは川端。第一打席は刺したら超かっこいいよな。ちょっと待って、これは、あ、無理だわ。その間にホームイン。あ、待って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 。ホームイン。スワローズ点差を2点に縮めました。俺の動きとか、ああ、幸いには映らなかったな、あんまり。最初ちょっと迷ってたかんね。これはどっち？ホームに投げた方が良かったの？でもさ、セカンドに走られるよね。バッターは2番上田。第一打席。いや今のはちょっと判断が難しいところだったな。田中ボールを掴んだ、2塁フォースアウト、ゲッツー、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。ホイット、え、クラブに入れてなかったよね。すげえな。3回の表が終わって4対カープリードで迎える3回です。点取ってあげましょう。最初のバッターボックスはワン。カーソルはな、いいとこにあったんだけどな。投げた、見送ってボール、カウントはワンボールワンストライクです。どうだ、これはいかないか。取りました、ライト取りました、これでツーアウト、ランナー。試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは恐怖の核弾頭山田、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウト。2階のさ、右の今画面変えられないか、さすがに。あ、ちょっと待って、おっしゃ、危ない危ない危ない。すげえ席があるな、右上のところ。ちょっと映ってる、怖そう。あそこバッターは平際の魔術師坂口、打った、痛烈な当たり。でも大丈夫でしょ。スリーアウトチェンジ、一塁ランナーグリーン。5回の表、点は取ってくれるね。スワローズの攻撃、バッターバントの目、打った、これはライト大丈夫だね、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番中村、現在の打率は1番、打ちました、菊池、取った、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー中尾、投げた、直球、空振り三振。とりあえず2点で抑えてるか。三振で仕留めました。5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。今日はフォアボールとライトフライ、これはちょっと見送って、初球はストライク、第2球打ちました、一直線、入った入った、ホームラン、第36号ソロホームラン。これ40号は余裕でいけるね。
どこまでいけるかな。今のホームランの最高記録っていつなんだろう。1シーズン。ヒットになります。川端いいバッティングを見せました。うわーすげー、肩強いっていいな、かっこいいな。打ちました、いい当たり。大変だなライト、今日はライトが大変だな。センターが大変なことあんまりないね。左右に散るのか。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、打った、いい当たりだ。あ、来た。センター大丈夫。掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー残塁です。試合は終盤7回。足の速い外野手とかもでもやってみたいよね。間に合うかみたいな。あ、間に合った。うお、やっぱりすげえわ。菊池軽快にさばいてワンアウト。これでワンアウト。特にリプレイはなしか。菊池さんにとってはあんなの普通なんだな、きっと。おお、ショートも見せるね。二遊間すげえわ。バッターはバントの名手大引き。今日は流し打ち、どうだ。一塁へ送る。エルドレッド軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。大瀬良この回きっちりと3人で抑えています。内野手がすごかったね。カープリードで迎える7回です。第9外れた。ボールフォークがわりかし落ちるね。投げました。これは打ちました。ファール。完全にへばったな。投げました。打ちました。フラフラッター今の見送ってもよかったな。取りました。手を出してしまったけど。8回の表5点を追いかけますスワローズの攻撃。この回の打ちました。阿部ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト。サードもねこうやって考えると一塁まで遠いからね。流し打ち、エルドレッド、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第9投げました。初球打ち引っ張ってこれで3アウトチェンジ。よく飛んでくるね。大瀬良三者凡退に抑えています。7対2。さて本日のヒーローたちの大瀬良さん8回2点で阿部さん。大瀬良さん12勝か。ミカミックス36号。7試合連続本塁打。17試合連続安打。よし、球速が上がった。おお、スパイクが。クライマックスシリーズ進出を決めました。あ、とりあえずもう3位には確定ってことか。で、広島に帰ってきたので公園に行きましょう。公園に。知り合いの選手を呼んでジョギングすると。で、奥井走るぞ。奥井てかさ、夏なのにこいつら長袖着てねえか。めちゃくちゃ暑そうだぞ。運動したら腹減ったな、飯でも食いに行かねえか。ざわざわざわ、人が集まってるけど何かイベントでもやってるのか。何かのアニメのイベント、あそこ見ろよ。グッズすべていただけますか。お金なら払います。あなたたちもこの人たちと同類なのね。うん、同類だよ、完全同類だよ。最近ね、あ、誰さんだっけ。名前忘れた。前田さん。先発はヘーゲンズ。おお、成瀬だ。最近ガルフレの公式ビジュアルファンブックを買いましたからね。ファンブックっていうかコレクションブック3500円くらいですね。マツダズームズームスタジアム広島です。さあ注目の立ち上がり、1番川端。148キロ直球、空振り三振。そうだよ、恥ずかしい守備見せらんないよ。あ、来た来た来た、早速来た。これはね大丈夫です。ちょっと前のめりになってるけど。バッターは恐怖の角だとインコース引っ張った。これはレフト取りました。大丈夫だね。これでスリーアウト。ヘーゲンズ三者凡退。
2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは打った、打球はサード後方、阿部、落下点に入った、だいぶ高く上がったな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番グリーン、投げました、外角、空振り三振、最後は147キロストレート、投げた、打った、強い当たり、これはまた先制だ、ライト線、打球はそのまま伸びて、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ヘーゲンズ3人でピシャリと抑え、さて第1打席、ここで一発かましたいけど、見送ってボール、第2球、投げた、変化球によってストライク、出てきたか。第3球、ナルセってこんな球速遅かったっけ、138キロ。あれロッテでやってた時ってさ、もうちょっと早かった気がするんだけど、141つは出てたような気もするけど。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。バッター、それもやってたのね、結構前だからね。アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番中村、カットボール、空振り三振、バッターはピッチャーナルセ、次が4球目、投げた、外角高め、空振り三振。ヘーゲンズ下位打線を三者、今日は投手戦だね。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは川端、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、抜けてきたか。川端ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。うん、無理か、菊池さんでも無理だったか。バッターは2番上田、第1打席はセンターフライに倒れ、あっと勝負、あでも上げた、取りました、送ることができません。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。打ちました、ファーストの左、これはゲッツー、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ、すごい。いやこれさ、守備位置とかだって走塁妨害とかしちゃダメだからね。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは打った、セカンド正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番グリーン、第1打席はスイングアウト、打ちました、ファースト正面、ファーストの割りかし球飛んでくるね、取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。球が飛んでくるのは、ファースト正面、ファーストとかエルドレッド自らベースを踏んで、意外に忙しいね。ヘーゲンズこの回ピシャ、5回の裏、さてちょっとここでゲームを動かしておかないとね。第1打席はセンターフライに倒れています。スライダー、第2球、投げた、おい、サークルチェンジ、空振り、失投か。第3球を投げました、危ない球、第4球を投げました、打ちました、スライダー、浅い当たり、掴みました、これでワンアウト、ランナーはあります。いや全然0対0で迎える両者とも打てないね。バッターは畠山、変化球、空振り三振、バッターは代打今波、スワローズ代打構成に出ます。打った打球はファースト左、大丈夫、全然大丈夫だ、ね、ヘーゲンズ取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。打ちました、ショート前方のフライになりました、掴んでこれで3アウトになります。カープ後半戦最先の良いスタートを切りました。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。左バッターボックスはトップバッター、打ちました、引っ掛けた、まあこれは大丈夫だね、ちょっと歓声が大きい気がするけど。バッターは2番上田、今日は打ちました、セカンド右、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは恐怖の核弾頭山田、打った痛烈な当たり、でも大丈夫でしょう、取れるよね、取ってこれで3アウトチェンジ。だいぶフェンス際だったな。8回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは雄平、今日打った流し打ち、雄平か。アルボーン、第2球、投げました、打ちました、いい当たり、うわっ、うわ、しまった、抜けてしまった、やっちまった、ボールが転がる。いや、間に合うかなとか思うんだけど、間に合わなかったね。これリプレイ出るのかな。雄平、スリーベースヒットを放ちました。リプレイ出た、ピンチを迎えます。どういう感じになった、あはははって。結構ひどいな、こうやって見ると。リプレイとか、さあここで試合が、ここでひどいシーンが見られるな。打ちました、あっと引っ掛けた、前進守備のセカンドの上、掴みました、これでワンアウト。みんなどう思ってんだろうな、やれはしょうがねえよって思ってんのか、ざっけんなよ、これはこりゃー。全然無理だ、1対0、ヘーゲンズここは踏ん張らせ、
俺のせい、俺のせいかな。いや、このあれじゃなくて、スリーベースヒットを打たれたのが俺のせいかな。変えられちゃったよ。ヘーゲンズさん、すみません。多分俺のせいです。あ、これヒットか。ちょっとここ、踏ん張りどころだね。あ、無理してる感じはしないよね。なんか無理して飛び込めばもしかしたら取れたかもしれないけどっていうような、なんか感じだったからな。これはでも、こういうの菊池さんに任せた方が全然いいわ。取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。で、なんてか、ここはちょっと抑えたいね。おお、マジか。打たれた。ボールは中継、スワローズさらに1点追加。ここに来て2点か、厳しいな。アルセすげえいいバッティングをするじゃないか。打順はトップに帰って川端、そして1番バッターか。おお、フォアボール。ルイが埋まった。これ大丈夫大丈夫大丈夫、あれ大丈夫だよね。ダメだ、マジか。なんで画面が分かんねえんだよ、マジでよ。いやー、ここはなおもピンチが続きます。と待ってよ。その後のさ、処理もなんかひどいよね。あれあれみたいな感じになってて。リプレイ、単に俺の失態を晒してるだけだな。これはどっ、いや無理か。ピッチャーを交代します。今村、ここで打者一巡したバッターは有名。打者一巡か。ここまで3打数1勝。これ大丈夫、これは絶対大丈夫。センター方向へ持っていきましたが、取りました。これで3アウト。8回の表が終わって6対0か。ここで先制点を奪われました。いや、これはもう無理だな。さあ、ここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからカープの攻撃に入ります。とりあえずルイに出るか。現在の打率は5割4分7厘。初球3センチ空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。なんせ完封を許すな、このままだと。ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。そうはいかん。打ちました。山田バックしていった。ヒット、とりあえずヒット。ナイスバッティングです。続け。おお、続いた。1点だけでも取り返したか。ただ完投された。今日のヒーローは勝利投手の7回1失点か。いやー、成瀬は今日はすごかったね。確かに全体的なハイライトみたいなのはないんだね。いやー、ヘーゲンズさんに負けをつけてしまったな。なんか言ってくるかな、前田さんだっけ。今日の試合まあまあの活躍だったね。打撃しか見られてないからね。きっと俺が守備してるとき、なんかトイレ行ってたんだよ。で、トイレから帰ってきたら、あれ点がめっちゃ入ってるみたいな。野球グッズのテストの依頼が来てやん。ああ。いいよいいよ。あ、赤羽さんじゃないか。あんなイベントに参加するようなマニアさん。マニアさんが大嫌いですの。業務上必要だと判断したんで連絡先をお渡しします。必要であればこちらから連絡いたします。決してそちらから電話することのないようお願いいたします。調子が下がったとか。え、電話できないの。見てみようっと。あ、そっか、デートで選ぶんだっけ。ちょっと電話できんじゃん。電話してみよっか。電話しちゃおう。てかさ、用事もないのに連絡しないでいただけますか。とりあえず着信拒否にでもしてろよって。というところで、やっぱりね、守備がボロボロですけど、まあマジックね、16まで来てるので、まあ1試合1試合勝っていきましょうということですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。